ではどうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。ではまずご経歴をどうぞ。正田和樹、24歳、東京都在住、最終学歴は山形大学工学部卒業、現在は株式会社リボンド、ヘア VR 株式会社、2社の代表を務めております。では今回の希望金額と出資形態を教えてください。1000万円で投資または融資でお願いします。あなたの思い描く未来の姿は？ヘア VR を使って美容師の技術を底上げするとともに、新人美容師の離職率を 10% 以下にしたい。令和の虎、その思いを金に変えろ。ではオールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。正田さんの簡単な経歴を教えてください。私は群馬県出身で、大学は山形の方に、入学しました。大学ではですね、大学1年の頃に、人材紹介の会社を立ち上げまして、屋号リボンドという形で創業しまして、大学2年の時にですね、 VR の開発だったりとかシステムの受託開発をする会社として株式会社リボンドを設立いたしました。いろんな受託開発をする中で、自社のプロダクトが欲しいなというところで、この度ヘア VR 株式会社を、買収いたしまして、2社の代表を務めております。それでは今回のプランを簡単にお願いします。今回はですね、ヘア VR、 VR を使って美容師の技術を底上げするとともに、新人美容師の離職率を VR を使って低下を目指したいというふうに思っております。正田さんは美容師じゃないんですね。はい、美容師ではございません。あ、じゃあ美容師の方々の、その問題点を解決したいという美容師ではない起業家さんなわけですね。はい。それは美容師さんたちにやっぱヒアリングをした結果、このビジネスモデルに思いついたんですか、それとも勝手に思いついたんですか。もともと VR のシステム開発を4年ほどやっておりまして、不動産の VR 内見だったりとか、山形のバーチャル市、米沢シティ、あとはコロナ中にですね、バーチャルオープンキャンパスだったりとか、 VR に関わる開発を多々しておりました。しかしそれはやっぱり受託で請け負っていた事業でして、自社のプロダクトが欲しいなっていうふうに思っている時に、知り合いの会社にこういうヘア VR っていう会社があるから正田君に売れないかっていうご相談をいただきまして、そこからでも僕美容師じゃないしな、これを買うってなるといろいろ調査が必要だなっていうことで、2022年12月にこの話をいただいて、この5月に至るまで調査をいたしまして、購入に至った経緯でございます。これその VR をやることによってなんで美容師の離職率が下がるんですか。現状今美容師の業界は金銭的な負担だったりとか、長時間労働だったりとか、そういった問題で過重労働のところで3年以内の離職率が大変高い業界になっていて、でそれっていうのはやっぱりウィッグを自腹で買わなきゃいけなかったりとか、その自分で成り上がってカリスマ美容師を目指してっていう、そのかなりホストに近いようなやっぱり業界なんですよね。やっぱりその自分で稼ぐっていういじってきますね。はい、自分で売り上げを作れないのにアシスタントでやっぱ給料をもらってるっていうのがもう情けない。早く自分で売り上げを立てられるような人になりたいということで、かなりその自分に自己投資をして、マネキン買ったりウィッグ買ったり高いハサミを買ってみたりとか、やっぱりそのうちの学習コンテンツの競合さんもたくさんいらっしゃるんですけど、そういうコンテンツで1動画10分ぐらいの動画を6日間で6500円とかで売ってるんですね。でそういうのを毎週買うような人たちがいるぐらい、かなりこうアクティブに自分への投資をしている業界になっています。しかしそういった苦しい環境で成長できなかった方々やめてってしまいますよね。で今回このヘア VR を使って何をしたいかというと、マネキンだったりとかそういった時間外労働というのをできる限り短くして、自宅でも学べたりとか、自宅でも施術しているような体験ができるようなものを実践できると思って開発してます。VR をやることによってなんで離職率が下がるのかっていうと、はい、その要はVR の方が情報量が多いから、それが自己投資する時間とか費用が短縮できて、はい、それによって離職率が下がるってことですか。美容師の負担を軽減できるっていうところですね。ヘア VR を使うことによって今までかかっていたものをヘア VR で代替できるので。今寺田さんが言ったの合ってません。渋谷アマスラクリニック院長ドラゴン細井。
美容外科医としてあまたの施術を担当。 YouTube、SNS 戦略で事業を拡大し、医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなど、その活動は多岐にわたる。志願者を晴れやかな空へと導く美の白龍がタイガーファンディングに舞い降りる。今寺田さんが言ったの合ってません？合ってます。だったら合ってますって言った方がいいんじゃないですか？合ってます、おっしゃる通りです。なんでかぶせて、はい、いやちゃうけどみたいな、いやお前分かってないねみたいな。いやいや、あのおっしゃる通りです、はい、おっしゃる通り、いやおっしゃる通りでしたよね。おっしゃる通りです、はい。けどそれ多分おっしゃる通りって言われてもみんな多分はって思ってるんですけどね今。え、それ離職率下がんなくねみたいな。ああ、いや別に VR をつけても別に離職率は下がんなくて、そんなところに根本的な問題はないから、なんかこうもうこの5分10分の時間で、うわこいつ勝手に業界に勝手な自分の市場を持ち込んで滑ってるやつみたいな印象を受けますよね。同じ業界なんで、じゃあ美容外科医に VR つけたら、はい、技術が向上するしますって言われてるような気分なんですよ。はい、はい、要するに美容外科医を育てたいときに VR をつけさせたら技術向上しますからやれよみたいな、お前変えよって言われたらお前ってなるピーですけどぐらい。大丈夫ですか？そう、まあ要は例えば医者とか言ってますけど大丈夫ですか本当に？医者なのに医者なのにけど、それぐらい要はそういうのを考える際には僕らを巻き込んで本当に現場の声聞けてるのとか、まあプライド持ってやってますよね。例えばお寿司屋さんに、じゃあ俺に VR つけていきなり寿司屋で握れるように24時間、まあ20、まあ1ヶ月とかでしょ、できますって言われても、それ寿司屋さん怒りません普通。確かに。俺にだよ、俺に VR で寿司のなんかレクチャームービー見せて、はい、いやこいつがみたいな、いきなりみたいな、ミシュラン三つ星で握れますみたいな、はい、って言ったらその寿司屋さん怒りません？怒ります。美容師さんもえって思いません？はい。だからあなたのチームに美容師さんはいますか？います。その方は何て言ってるんですか？今4名おりまして、やっぱりそこすごいコンプレックスで、この買うにあたっても周りで協力いただける美容師さんがいなかったらこれは買いませんっていうふうに言ってたんですけれども、ヒアリングすればするだけこのサービスに興味を持つ人たちがすごいいらっしゃって、ですごい面白い、こんなサービスあるんだったらうちも導入したいっていう意見がすごくあったんですね。で逆に、え、こんなサービス別に誰も使わないけどっていう美容師さんがいなかったんですよ今まで。いなかったんですよ。皆さんの周りでもし美容師さんがいたらこういうサービスがあるからちょっと体験してみてっていうので言ってもらったんですよ。うわすげえって絶対います。本当、はい、それはでも例えば僕不動産屋なんですけど、さっき不動産の VR 作ってるって言いましたけど、はい、内見の VR って今結構あるじゃないですか、はい、あります。でそれ見た人ってみんなすげえって言うんですね、はい、でもそれが実際にそのなんていうんですかな、現場レベルでそれがこう浸透してみんな使ってるかっていったら多分全然使ってないと思ってるんですね、はい、うちの業界も、うん、そうですよね。それって VR ってものを体験してない人が見たらそれって要は普通の映像で見てるものと違うからすげえとはなると思うんですよね。でもそれが実際普通の例えば動画と VR と比較した時に VR の方が技術がめっちゃ学べるとかっていうイメージがなんかあんまり湧かないんですけど、はい、それはどうですか？こうすげえっていうのが要は VR をやったことない人が見ればそれはすげえとはなると思うんですよね。すげえ、はい、でそれは普通の動画よりもインパクトもあるしこれ使いたいっていう人はいる気がするんですけど、そのすげえの理由がその技術が映像に対してめちゃくちゃ体験できると、そのすごいなんですか、それとも VR がすごいなんですか？映像での学習 YouTube だったりの学習よりもやっぱり美容師視点で一人称視点で成立しているのをそのまま体験できる、この後体験していただくんですけども、なっていて集中度も含めて4倍ぐらいの学習効率があるっていうふうに業界では言われてます。え、そうなん、はい、学習効率でいうと、なるやっぱり一つのコンテンツを見ただけ 2D で見るのとうちのコンテンツを VR で見るのでは集中力が全然違うんですよね。エッチな動画が4倍エッチには感じなかったんですよね VR 使っても今よくあるじゃないですか、そう、ね、こうカメラつけてそういうちょっとねイチャイチャ動画みたいなのあるんですけど4倍もあったっすかね 1.4 倍ぐらいかなみたいな、まあ、だから学習っていうのだと別なのかもしれないんですけど、普通にそれ考えたら今僕その美容師さんの離職率が高い問題って、まあ、発給なのとあとは勤務時間の前後にやたら練習時間があるじゃないですか、はい、あれがやばいですよね。普通に勤務が8時間ぐらいなのに前後に 3,4 時間ぐらいの要は修行ですよね、はい、修行期間、モニターさんとかモデルさん呼んだりとか、あとはマネキンさん切ったりとかっていう、あれ無給じゃないですか、はい、あれがえぐいと思ったんですよ。だからそれが短縮できるんですか？今業界としてもそこの時間をとにかく帰らせてあげたいっていう需要があるんですよ。
ぱり会社労基的にも、もう早く返さなきゃいけないけど、でも彼らからすると技術を勉強できない、家に帰ってまたじゃあ次の日アシスタント機関として入るっていうような動きに業界として今なっていて、で今まで練習した人は練習できたんですけど、そこの時間をやっぱり家でも練習できる形、ただYouTube で見るだけじゃなくて体験できるような学習を提供できないかっていうふうに、考えてます。要は4時間帰りに練習するよりも1時間 VR 見た方が4分の1でしょって言いたい。実体験のがやっぱり学習効率は高いですね。高いんだよ。実体験の、実体験、はい。じゃあ YouTube 見るよりは。YouTube と比べてってことだね。はい、そうです、そうです。実際にやってもらった方が一番それは。はい。実体験と何分の1ぐらいのこの効率なんですか？今現状のクオリティで言うと、実体験で言うと10分の1ぐらいです。なるほど、はい、やっぱ実体験に勝るもない。 なぜかというと手に職っていう技術ところで言うと触覚とかね、もう触覚もそうだし、はい、やっぱその音もそうだし、うん、そうですね、感覚的な話なので。なるほど。VR でまだ実装はできてないです。じゃあ実体験が1とすると VR が10分の1で、ただ YouTube 動画見るのはその40分の1ってことになるわけですね。この4分の1なの実体験に比べると、はい、2D で、それちょっと補足言ってなきゃいいですか。やっぱり 2D で見てる美容師さん結構多いんですよ。やっぱその YouTube で発信していた当本人からすると、前そのレイヤーカットの位置も分かってないよねみたいなところがやっぱあったりして、 2D で学んだ気になって実際なんかこうやってるけど様になってない、ただ自分用にやってるっていう、その基礎も分かってない上で上の塗り重ねてるっていう美容師さんがやっぱりその新人美容師さんで多い。確かに。だってずっとエアー、 VR をつけてもエアーなんだよね。だからこうつけながら、こうやるんだみたいな、ここに何もないんだよね。今そうです。今そうなんですけど、ね、半年後には今日発表されたんですけど、アップルでおお、なんだ、ビジョンプロっていうのが発表されたんですよ。ビジョンプロが発表された。発表されたんですけど、やっぱり今ビュースルーで今見てる世界がそのまま手も含めて全部見えるんですね。あー、だから VR じゃなくて AR みたいになるってことで、はい、うん、今も AR も VR も正直なくなってしまったので。あ、そうなの。はい、スペシャルコンピューティングっていう領域になったんですよ。 VR も AR もないんですよ今。もうどっちもどっちなんで。あ、そうなんだ。はい、へー。まあ皆さんいろいろ疑いますけど、きっと翔太さんだってそういう問題点は感じましたよね。はい、感じます。その、ね、はい、その美容師がその VR で伸びるのかと、はい、伸びるのかを疑って、はい、早5ヶ月それで数千万ぶっ込んだんですよね。ってことはそれなりにいいもんだってことの前提で儲かるぞっていうことですね、僕が言いたいのは。え、じゃあいいものじゃないってこといいものです。いいもの、怪しいの。今のは怪しいよ。いいものじゃないかもしれないけど、儲かるなって思って買ったって言うんだったら、俺はそういうの乗りたくないよ。あ、本当に美容師業界を変えるために革命を起こすとかって書いてあるけど、儲かるなと思ってやったって言ったら話は変わるよ。それで言うと、両者です。え、両者です。両者、はい、怪しいな。一言目が儲かるって言った、はい、やっぱ深層心理出ますからね、はい、審判員の皆さん、あとはお願いします。僕は怪しいと思いましたよ。怪しい。せっかくフォローに入ったのに怪しまってたよ。そうだよ。確かに。どうせちょっとバリエーションついたらまた売っちゃうんでしょみたいな。そうね、ま。そういう感じした ね。でもそれはそれで連続起業家とか言い出すやつですよね、またね。僕なんかもう少し。なんだから持ってきてんだから、そろそろ聞いてつけて体験した方がいいんじゃないですか、そうそう、僕たちが。どうすんだ、エッチな動画流してきたらいきなり。それはそれで。お金出しちゃうじゃねえか。はい、用意します。ヘア VR の技術で業界の離職率改善に貢献したいと語る志願者。その言葉に虎たちは疑念を抱く。商品の魅力をアピールする序盤戦、一体どうなる。新生イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集、詳しくは概要欄から。これは一般的なものなんですか？これは一般的なもので、市販のものを使ってます。定価でいうと4万5千円。うん、はい、スタンダードプランが月額4900円。はい、4900円です。レンタルさせてくれるってこと？あ、レンタルで、はい、サブスクなんだね、これね、はい、サブスクで。こっちからちょっと見ていただいていけないっていう。そうですね。ちょっと待って、方角して。あ、なるほど。なるほどね。あるある。トンナンシャーペがあるのね。トンナンシャーペ。おお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 ちょっとカード抜いて。おお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 、あ、俺美容師になってる。おお、切ってる切ってる。おおおおおお、ミニオンズみたいだね。おおおおおおお、おしゃれな美容室ですここ。お、周りも見えるんだ。うん、すごいすごいすごい。おおおお、これ確かにすごいっすね。テンション上がりすぎやろ。あ、でも本当になんか切ってるところが目の前で見えますね。すごい。サイドは短く
どこ見てんだよ。なんかここにも画面があるんですよ。あ、そうですね。正面の、はい、あの男性の顔が見えます。あ、なるほど。でここ今横で切ってて2画面になってるんだ。やっぱりその美容師ってここの切ってる画面もそうなんですけど、じゃあアシスタントって横からどうなってんのかなとか、あ、左からどうなってんのかなっていうのを多方面で知りたいんですよ。おおおおおどうなってんの、あ、すごい画面がいっぱいある。俺、すごいな。あ、こうやってね、え、視点がちゃんと変わる。わ、すごいわ。人類は同じリアクションするようにできてる。確かに。おお、すごい。そんなわかりやすい。後ろはあえてあの後ろもデータ量の問題でカットしてます。あ、はい、なるほど。後ろはちょっと重くなっちゃうんで。半球にしてるんだね。はい、もうちょっと。わー！うるさいわ。わー！それはないわ。怖ー！うるせーなー。そういうんじゃない、そういうんじゃない。どうしたないか。違う、そういうんじゃない、そういうんじゃない。おい、そっちじゃない。すごいなこれ。ふざけ入ってる、ふざけ入ってる。みんながどこにいるのか分かんないよ。ふざけ入ってるぞ。これ全然これ座りながらでもいいじゃないですか。そうですね、はい。いや、みんなやらせやんかこれ。株式会社モノレスジャパン代表岩井義明、令和の虎チャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる。志願者の思いや人柄にベットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長。志願者や虎、時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのか。いや、みんなやらせやんかこれ。はい、やらせでしたね、はい。見慣れすぎでしょ。見慣れすぎ。おお、すごいすごいすごい。おっぱいみたいに、ね、手がおかしい、おっぱいみたい、おっぱいみたいになってる。サムネです、サムネです。距離感がいいですね、カメラマンとその施術者との距離感がね、はい、すごいね。今これまだ開発段階なんですが、あのここまだカメラがついてないんですね。ここにカメラがついてる VR ゴーグルもあるんですね。でそうすると外の景色を取り込んで、あ、なるほどなるほど、中で見ながら、だから今実際に皆さんがいる状態で、今ここにも美容師が、あのモデルさんがいて、あのカットをするっていうのもできるんですよ。なので今そういうゴーグルもあるので、やっぱコストはかかるんですが、それはグリーンスクリーンバックでやんなきゃいけないってことなんですか。全部、いやいや、でも今ここの空間でもできます。ここに今美容師さんがいらっしゃって状況を作れるってことですね。っていうのができるように半年後今なります。うまくなるのかね。うまくなりそうな気もするね。全然技術に目がいかなかったっすね。あの空間に感動しちゃって。そこじゃねえんだよ。そうなんだよな。いやけど思ったより良くなかった。良かったね、うん、なんかいろんなところに画像があって、うん、多方面で見れる感じが、これがすごくやっぱり美容師さんからするとありがたい。あ、やっぱりその実際にセミナーだったりとか、いろんな講習で美容師さんがいらっしゃって、その周りで美容師のアシスタントが周りにつくっていうような、こう円形であのセミナーがあるんですけど、横から見たらどういう風にカットしてんだろうなとか、あのこっちから見たらどうなってんだろうって、こう動き回れるようにセミナーをやってたりする。質問があるんですけど、はい、美容師を育てるっていう育成のもとでいうと、なんか試験みたいなのがあって初めてディレクターとかになれるんですか。その髪を切れる人になれるんですか。そもそも美容専門学校を出て、あの国家試験を受からないと美容師になれないんですね。なるほど。まずそれが一つで、それが一つ、それが、その免許がないと美容室で働けない。働けません。はい。はい、じゃあと、免許取りました。美容室で働き始めました。でもすぐ髪切れないですよね。髪切れないです。だから髪は切れるんですけど。髪は切れる。はい。でも、やっぱりその美容室の、やっぱりそのアシスタントとして入るので、はいはい、あの、やっぱりアシスタントでいきなり髪切らせる、お客さんの髪切らせるわけにはいかないので、ね、カラーのお手伝いだったりとか、パーマのこう髪を渡すお手伝いだったりとか、ペーパーを渡すお手伝いだったりとか、そういうところから入って、あの、徐々に、で分かるんですよ。美容室のルールというかやり方があるんですよね。そうです。それを一つ一つ VR に落とし込んでいくってことですか。そうです。ほう、これかなり労力要しません。そうなんですよ。なので今定義するのが、その美容室ごとの、はい、やっぱりそのグループ会社であればあるほどこれすごく需要があって、あの会社ごとに今実は作ってます。なるほど。じゃあその大手さんから順番にそうですね行こうっていう、はい、
なるほど、ね、今トップでちょっとバイネームなんで言いづらいんですけど、もう本当に都内であればワンツースリーの美容専門学校の専門学校ごとのやっぱりそのそうだよね決まりだったりとか方針があるので、そこに最終試験みたいなのやってちゃんとその動画を見て研修してきたかみたいなのをチェックするチェックするようになってきてます。で合格したら髪切れます。はい、あ、じゃあもしかしたら修行期間を短くできるってこと。修行期間を短くしたいんですよこれ。あ、3年のヘアスタイリストそう言えばいいんだよ。すいません、最初から、はい、離職というところとあまりつながってこないような気がしますね。はい、そうですね、うん、3、4年ってすごく長いんですよ。でそれを早くもう自分で売り上げ上げられるようにフリーランス化もすごい進んでますし、その技術の向上っていうのを後押しできるようなサービスにしていきちなみに今販売状況はどんな状況なんですか。うん、こちらのサービス今このタイミングで買いますっていう買い札を立ててからサービスのあっちの社内の人間を止めてしまったんですね。その間にダーッと5月まで解約数が進んでしまって200人から100人まで減ってしまったんですよ。5月から今6月にかけて契約数が10名ほどになってます。なのでここまだ営業をかけてなくて、システムの改築だったりとかよりいいサービスにしていくための今投資期間として7月31日まで置いておりまして、そこまでは販売だったりとかは注力せずに中のコンテンツの改良だったりとか、よりこう新しいヘア VR として生まれ変わったよっていうのをリリースできるような形で今投資期間として置いてます。あらりに1000万もいかなくないですかそれだと。だってこれ月額スタンダードプランの5000円、法人プランです。法人プランってのがあるんですか。法人プランがあって法人のやつは入ってないんですね。は何法人、今言った74法人、はい、平均契約いただいてます。その平均月単価は月単価が、もう月単価で月単価、1本動画なんですよね、はいはい、1本動画あたりやらせていただいて作って、はははそこの売り上げが大体1法人 10本ぐらい。あ、今動画制作会社ってことになってるんですか、はい、その法人にとっては。法人にとって動画制作会社で、そこからのロイヤリティとあとそのゴーグルの貸し出しのレンタルフィー、はあはい、レンタルフィーとプラスの利用料を別で取ってます。おう、それを外には売ってないわけですね。その要は大手さんが作ったものを外に売るってことはまだしてなくて、してないです。社内利用のためにやっていて、うん、だ会社の研修コンテンツを売るってことですよね。そうです。ああ、だからもう、意外とまず最初にそれを、株式会社ネルプ代表稲葉慎、メタ社交にインスタグラムチャットボットシステムアイステップで SNS 業界を牽引、令和の虎完全オールを機に知名度は上昇、リリース1年で1000を超える企業への導入を実現する、インスタ革命家が求める映えるビジネス、いかなる志願者にいいねを送るのか。ああ、だからもう、意外とまず最初にそれを会社で5万円とかで買って、それをサブスクで貸し出すってことですよね。あ、これはレンタルでやってます。あ、会社もレンタルで借りてるのをまたレンタルしてるんですか。はい、サブスクでコンテンツはサブスクコンテンツで利用できますと。で、ヘア VR のこのゴーグル自体、ハード自体もレンタルでやってます。じゃあ会社からしたら20人新入社員がいます、20個ゴーグルを借りてで同じ動画を見せて、はい、でこれで、まあ、ちょっと入り口のところの初期の研修短縮みたいな。そうです。お、 VR の需要性に関心を持ち始める虎の面々、少しずつ場が動き始めるタイガーファンディング、続く後半戦で決定打となる一撃を打ち込めるか、オールオアナッシングの行方を見逃すな。あ、じゃあさっきのやっぱカットじゃなくて大丈夫です。めっちゃおもろい。すごい、勇気あるね、はい。